インターナショナルスクールチャンネルのちかです。今回はですね、はらさんにちょっと僕が質問したいんですけど、はい、もし、子供が例えばできたりするじゃないですか、はい、その時にインターで通わせますか、はい、っていう質問なんですけど、日本に住んでるじゃないですか。はいはい。もしこのまんま日本にいて、はい、子供が生まれたらの場合ですよね、はい、お金はいくらあるんですか？山ほどある。山ほどあるんだったら、山ほどあるんだったら私は小学校はとりあえずインターに入れようかな。あ、じゃあ幼稚園。あ、そうかそうかそうか、幼稚園から入れようかな。そうですか。はい、入れて、私が自身がバイリンガルなので、絶対子供はバイリンガルには育ってほしいと思うので、なってもらって、そのためにもその基盤作りじゃないけど、はい、インターナショナルスクールに入れて、で例えば夏休みが早く始まるので、はい、例えば6月から夏休みだったら、6月と7月は日本の近所の小学校に入れて、日本の学校も行かせる、はい、それ結構みんなやってたんですよ。私も行かなかったんですけど、めっちゃやってたんですよ、みんな。で、確か以前動画でね、ご一緒させてもらったキャラメルさんもそれされてたみたいで、私はそれすごいいいなって思ったんですよ。うちの親はその夏休み中に英語を忘れないように、はいはい、私には英語しか喋らせなかったんですけど、なんかでも日本人として、例えば給食とか、はい、なんかその日本文化、日本の小学校に行ってないってだけで結構なんか、はい、入れない話題とかあるんですよ。ああ、私それなかったんだよな。ああ、私それなかったんだよな。ああ、私それなかったんだよなみたいなのもあるから、なんか自分の子供は、まあ、両方体験できるなら、はい、用意してもらって、小学校出てからは本人に聞きますね。はい、インターナショナルスクールとか忘れたんですか、うん。なんかこういうインターナショナルスクールに行ってもらいたいみたいな。うん、こう、ああ、なんかいろんなインターなんかで、はい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 、なんかここだけは譲れないみたいな。うん、大事なポイントみたいな。なんだろう、まあ、今のね、インターナショナルスクールの傾向が、これはどうしても仕方ないと思うんですけど、やっぱすごくアジア人が増えてるみたいで、はい、まあ、できるのであれば、自分がアジア人だからあれなんですけど、アジア人でもそのネイティブが多いところはどうしてもやっぱ選びたいですよね、はい、英語レベルが高いところがまあ最優先になるかな。他はギラギラしすぎてる。ギラギラしすぎてる。そんなインターあるんですか？いや、どうしてもやっぱりね、はい、裕福な家庭の子が多いから、はい、裕福な親御さんだったり、そういうことです。中くらいがいいなって。あ、じゃあ炎上案件かもしれない。怖いよ。なんですけど、うん。ギラギラしてました。いや、うちの子、全然全然です。全然です。自分がそうじゃない、そうじゃないっていうと、もうこれもね、いろいろ、ちょっと本当に言葉選びが難しいんですけど、もうインターナショナルスクール行ってるだけで、はい、裕福だろうってよく言われるので、お嬢様でしょってよく言われるんで、あれなんですけど、インターナショナルスクールの中では、まあ、どちらかというといろんな家庭の子がいた学校だったので、いろんな子がいる学校がいいですね。いろんな子がいる。まあ、いろいろね、難しいですけど。難しいです、ね。欲を言うならば、自分がそうだったので、はいはい、それがいいなって思います。なるほど。はい。ハナさん自身はインターに通ってたわけじゃないですか。その中で、お子さんにも、なんかこういう経験してもらいたいなみたいな。あります。あ、ありますか。はい。これインターだったからなのかわからないですけど、はい、私の学校が CAJ っていうところだったんですけど、はい、自然と触れ合うことが本当に多くて、小学校の頃からならキャンプ行ったりとか、はいはい、11年生かな、高校2年生の代が3泊4日、はい、グループに分か班に分かれて山奥で暮らすんですよ。自給自足というか、みんな本当にリュックだけ持って、お風呂とかトイレとかがないところで、はい、まあ、携帯も先生に預けて、もう本当にワイルド、ワイルドな暮らしをみんなでその日のご飯作ったりとか、もう本当に火を起こして、はいはい、なんか水を沸騰させてそこでパスタ茹でてとか、それでやっぱみんなある程度やっぱタフになるというか。それでも1回ですよね。あ、そうです、それ4日間。4日間。でもそれやるとやっぱなんか
普段の生活がどれだけ幸せなことかとかね、なんかありがたい気持ちとかすごい芽生えるし、修学旅行も、はい、タイに行った時もタイ そのバンコクとかじゃなくて、はい、タイの中で、まあ、ちょっと田舎の方なのかな、そういうところでなんか現地の子たちにあの英語を教えに行ったりとか、現地小学校をなんか作るちょっと作ってるタイミングで、はい、なんかその工事手伝おうって工事なんかセメント、はい、とかを運んだりとか、なんかそういう奉仕したりとか、はいはい、なんかそういうのすごい経験させてもらってたので、やっぱりなんかそれを中高とか思春期の時に経験できたのって、やっぱ今でも自分の中ではすごいなんか大きくて、そういうのは経験してほしいなと。それが経験してほしい、うん、自分の子供も、うん、はい、コメント欄とかで募集してます。お待ちしてます、はい。